自己紹介をしたいと思います。じゃあまずはひーくんから。そうだね、よし、ひーくんからいきましょう。さあひーくん、頭に黄色い丸いものをかぶって、てっぺんには葉っぱがついています。これ何をかぶっているか。早い、大正解。そうそうそう、ひーくんは頭にヒューガナッツをかぶっています。おい、もうちょっとひーくん、もうちょっと真ん中行こうかな。ごめんね。ひーくん、このヒューガナッツ宮崎の特産物なんだよね。そうなんです。このヒューガナッツ、皮がとっても厚いんだよね。ね、さあカー君が後ろでね、寝転がっちゃったけど。まあ、いいよ、カー君はまだ次の出番ですから待っててください。さて、じゃあヒー君、この皮をね、黄色い皮、薄く剥くんだよね。そうそうそう。で、中の白い皮と一緒に食べるとヒューガナッツ、とっても美味しく食べることができます。皆さん、ぜひヒューガナッツたくさん食べてください。ヒー君、元気な男の子です。よろしくお願いします。そしてね、真ん中のムーちゃんは宮崎県3匹いる中でたった1匹の女の子なんです。女の子なんですよ。で、ムーちゃんはね、頭のてっぺんの木、フェニックスっていう木なんです。宮崎の象徴になっている木で、宮崎の街中にはたくさん植えられています。またムーちゃんに会った時はムーちゃんのお洋服とかもチェックしてみてください。さて、そうだね、ムーちゃん、しましまのね、お洋服だね。じゃあ、かっくん、ひーくん、ちょっとね、お休みになってしまいましたが、かっくん、いいですか。さあ、かっくん、いきます。せーの、シャキーン。かっくん、元気な男の子です。ちょっとね、ニワトリ、惜しい、惜しいな、そうだね。お、えなり、ちょっと違うな。じゃあ、鳥の頭に一文字つけると。お、千鳥、大正解。そう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 、カー君は全身で地鶏の格好をしています。宮崎ブランド地とっこでも皆さん聞いたことあるのではないでしょうか。そうね、地鶏、地鶏、これね、最近カー君大好きなネタなんです。そうそう、おもてなし、そうそうそう、そう、本当はそれが本物で、おもてなしが本物だね。そう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 、おもてなし。かくんもね、いっぱい県外の人にもおもてなししてください。かくん、元気な男の子です。よろしくお願いします。ね、宮崎県は頭のかぶり物で、宮崎の PR をしながら今全国各地飛び回っていますが、ひーくんがね、そろそろ立ち上がりましたね。ちょっと今日ムーちゃんがいないからね、ふ復前進の練習してたんだ。そっかそっかそっか、頑張ってください。自衛隊でも入るのかな。入るの、入るの。そっかそっか。さてさて、宮崎県ダンスがとっても得意なんですが、